Back in ETV。バルコニー TV 東京支部でーす。はい、ということで今週のゲストは藤島拓海さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてキーボードは中ちゃんです。お願いします。よろしくお願いします。はい、今日は何を歌ってくださるんですか？はい、風の便りという曲です。はい、それでは早速お願いします。あの夏の夜にまた会いに行くよ。いつの間にか大人になって大切なこと忘れてた。誰のために何のために生きてきたのかをもう迷わず進んでから乗り越えてくからとかとか。と過ごしたかけがえない時気づけなかったけどすぐそばにあった宝物だった今ならわかるよ。あなたの笑顔が勇気をくれた。この大空と共に今度は僕からあなたに捧げよう。この歌よさあ今届け。ララ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 La 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 la。この歌に乗せて
この歌に乗せて。ありがとうございました。ありがとうございます。すごくジーンとしてもう涙こらえるのに必死でした。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、歌ってみて。いや、とっても気持ちよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。中ちゃんはいかがでしたか。いや、都会の夜景がすごく好きなんですけど、もう今もうちょっと息が切れてるんですけど、それぐらい楽しかったです。すごい、あの二人の表情も明るくて、こっちも見てて楽しくなりました。ありがとうございます。今の曲はどうやって聴くことができますか。はい、ですね、ホームページの方から、iTunes などに飛んでいただいて、そこから聴けますね。はい、ライブもちょくちょくやられてるんですよね。そうですね、ライブもそこからあの情報見れますので、よろしくお願いします。はい、ホームページの方は、検索方法は、そうですね、藤島匠のフルネームで、検索していただくか、タクミュージックドットコムで出てきますので、よろしくお願いします。はい、わかりました。皆さんぜひ検索してチェックしてみてください。それではまた来週、バイバーイ。 バイバーイ。